ティロタマ・ショウムはインドの女優。コルカタ出身だが、父がインド空軍の軍人だったため各地を転々とした。デリーのレディッシュリ、ラームカレッジに進学し、アルビンド・ガウルが主催する劇団、アスミタ劇場に参加した。2004年秋にニューヨークに留学し、ニューヨーク大学で演劇教育の修士課程を修了後は、同地で社会活動に従事し、 2008年5月に帰国してムンバイに移住した。ニューヨークでは刑務所で服役する殺人犯たちに演劇を指導する活動を行っていた。2001年にミーラー・ナーイルのモンスーン・ウェディングで映画デビューし、2004年にフローリアン・ガレンベルガーのシャドウズ・オブ・タイムに出演した。 インドに帰国後の2008年に、クレア・マッカーシーの、ザ・ウェイティング・シティで、修道場を演じた。マハシュエタ・デビの小説を原作とした、ガンガーでは、ソーシャルワーカーを演じている。2012年にカウシク・ムカルジーの、タッシャー・アデッシュに出演し、同年に、ディバカルバネルジーの、上海にも出演している。rediff.com は、上海での演技を、勝ムは、ヒンディー語映画で、 今年最も悲痛な演技を見せたと批評している。2013年に出演したキサでは男性として育てられた女性を演じ、アブダビ映画祭のニューホライズン部門の最優秀女優賞を受賞するなど高い評価を受けた。第45回インド国際映画祭に出席するディロタマショーム。ありがとうございます。